維新の公認候補として出れるっていうこと、はいはいはい、そして、はい、まあ、党員資格提出に無所属で足立康史さんのみが出るっていうパターン、うん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 、そして3つ目がただその中でそもそも足立さんのね状況がどうなるかっていうのがだから維新が割れるのか割れないのかで、はい、まあ、他の方の得票にも関わってくるし、うんうんうん、あと、まあ、自民党的に言うと東田さんという方が、はい、まあ、今回さあ始まりました選挙 .com チャンネル、私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日はお笑い芸人の山本キズマイ君にゲストに来ていただいております。山本君よろしくお願いします。お願いします。実は2人で一緒に番組やるの初めてですか？いや初めてです。初めてですよね。ちょっと嬉しいですね。ゲスト枠であんま出ることないそうです。いつもね、はい、MC 枠とかでね出てもらったりもしますけどね。はい、どうですか最近の都知事選近づいてきて忙しいですかやっぱ、まあ、だから蓮舫さんが盛り上げていただいてるんで、はい、まあ、そのおこぼれをそれで一番もらってんのまあそこの、はい、都知事選そうですね、はい、まあでもこれだけ盛り上がってるからねやっぱ、ね、いやそうです、いいですよね。ちなみに今日はですね、キズマイ君をゲストにお迎えして、衆院選の注目選挙区特集を、これから撮っていきたいと思うんですけども、キズマイ君を知らない方のために一応解説しますと、はい、彼はお笑い芸人という肩書きですが、はい、選挙芸人なんですよね。そうですね、はい、一応先日ラジオ辛坊治郎さんのラジオ出た時には、はいはい、ね、肩書きが選挙ウォッチャーっていう肩書きで、お芸人って名前なかった。芸人外された。選挙ウォッチャーって肩書きで出てました。芸人外された。いやでも、はい、めちゃくちゃ選挙詳しくてですね、もう多分知ってる方はよくご存知だと思いますが、彼は自分でチャンネルを立ち上げていて、そこではもうがっつり選挙の解説してるんですよね。そうですね。でしかも毎日いろんな選挙の特集をしたり、あるいは開票特番、日曜日は開票特番とかもやられていて、どんな小さな選挙とかも、僕もたまに言いますけど、はい、俺より全然詳しいで今日はですね、キズマイ君にゲストで来ていただいて、いろいろ注目選挙区語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、ということで早速いきましょう。本日のテーマはこちらです。衆院注目選挙区特集大阪9区ということで、この衆院選、まあ、そろそろ今年中にあるんじゃないかと噂されていますけれども、はい、選挙 .com ではですね、その中でも特に注目すべき選挙区を特集して取り上げていきたいと思います。まあ、急に降ってきた注目選挙区といいますか、はい、大阪9区に関してはそうですね、今まで無風だったのがこれちょっと後で解説が必要ですけども、まあ、そもそもこの実は大阪9区選んでいただいたのもキズマイ君ということで、あ、そうですね、僕はぜひ、はい、ここは言いたいということで、言いたいということですね、はい、まずちょっと今回区割り変更がありましたので、はい、大阪9区区割りがどう変わったかっていうのもキズマイ君に解説いただいてもよろしいですか。あ、そうですね、はい、改定前が、はい、まあ、池田市と茨城市と箕面市と、うん、あと豊野郡、はい、うんうん、こちらの4つがあったんですけど、池田市が外れて、うん、茨城、箕面、豊野郡、こちらのエリアになったと、うんうんうん、でじゃ前回のちょっと衆院選と考えると、はいはい、自民党の原田健二衆議院議員が、はい、池田市の出身で、はいはい、なので得票率でいくと、まあ、前回足立康史さんが、うんうん、まあ、小選挙区勝ったんですけど、うんうんうん、池田市に関しては原田健二さん得票率でいくと、うん、まあ、池田市に関しては結構取ってたっていう、はいはい、とこなので、逆に言うと足立康史さんが取れてなかったエリアが今回なくなって、足立康史さんは元で茨城で育ってきた方だったんで、まあ、足立康史さん的には嬉しい改定なのかなっていうふうには見てて思ってます。厳しいところが、はい、まあ、改定でこう抜けてったので、そうですね、まあ、足立さん的にはこう有利な、はい、区割り改定だったと。原田健二さんの息子も、はい、池田市で府議会議員をやっていて、2019年の府議選に関しては1人区で維新に勝ってたんですよ、うん、自民党の、うん、はい、で、まあ、去年の統一地方選で負けたんですけど、はい、まあ、それぐらい池田では原田家っていうのは強くてっていう、単純にだから池田が抜けたので有権者数が結構8万人ぐらいですか減ったってことですかね。そうですね、はい、おお、そうかそうか、そういう状況がまず区割り変更でありましたと。なので足立さんには、はい、かなり追い風になってたはずだったはずだった、そうですね、はい、はずだったっていう、まあ、その中でまず一旦顔ぶれをちょっと予想される顔ぶれを、はい、確認していきましょうか。はい、先ほどからお話出ております日本維新の会足立康さん、そして自民党は、東田純平さんと、社民党長崎由美子さん、そして参政党が片岡誠さんと、こういう構図になってますけども、はい、やっぱり
キズマイ君、この大阪急行のまず注目ポイントはどこにありますか？そうですね、はい、まあ、今スライドで出ている足立康さんが、はい、あの維新の名前で出れるのかどうか、はい、まあここが、はい、まあ、特にこの半年間がやっぱり、はい、あの党員停止資格半年間っていう処分を今下っていて、うん、まあ、言ったらあの維新の名前を使うことができず、うん、はい、でしかも今党からのお金とかの支給もなくなってるはずなので、うん、まあ、その状況の中で、うん、まあ、大阪9区行われるときには維新で出るのかっていうところがまあ注目なのかなと。で4パターンあると思っていて。お、まあ、そんなにパターンあるんですか？はい、そうですね、はい、足立康さんが、はい、まあ、言ったらこの党員資格停止中に選挙やる、その後に選挙が行われて、はい、まあ、維新の公認候補として出れるっていう方、はいはいはい、そして、はい、まあ、党員資格停止中に無所属で足立康さんのみが出るっていうパターン、うん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 、そして3つ目が、まあ、足立康さんが無所属で出て維新が別候補立ててきて、足立康さんと維新の人が両方出てくる中での構図と、はい、で4つ目が、まあ、この党員資格停止中に足立さんが何かやらかしちゃって、はい、それで除名処分下って維新のみが出るみたい な、うん、なそういったパターンとかも想定されるんじゃないかなというふうに思って、いや結構そのパターンによってはかなりこうカオスな選挙になりますよ ね、はい、だから多分自民党の東田さんからすると新人の方なんですけども、はいはい、もう絶対この半年間に選挙を行ってほしいっていうまずふうには多分絶対思ってると思うんで、なるほど、はい、まあ、半年でいうと、いつまでですかね、党員資格停止がこの間なので5月に、はい、受けて、足立さんもすぐそこ の、 あの、はい、処分はすぐ受け入れるというふうには入れてるんで、解散が予想される時期とちょうど結構こう重なるぐらいですね。そうです、その時の総理大臣が1週間前出しにするのかしないかで外れる外れないみたいな、まあ、そういった可能性も出てくるという形ですね。なるほど、はい、はあ、そこでまずそもそも構図がかなり変わる可能性があるということですね。そうですね、はい、これちなみに大阪9区っていうのはかなり与野党がもともと議席を奪い合ってきた地域なんですよね。あんまり政治的にこうずっと同じ方が当選してるって地域ではない。基本的に何期も連続でっていう方がいないエリアになっていて、うんうんうん、まあ、その中で結構変わってきて、例えば2017年とかに関しても、はいはい、まあ、足立康さんが、まあ、当時ちょっと話題になってたのが、はい、まあ、敗戦の陣みたいな、はい、もう比例化しませんみたいな感じで言われてたんですけども、うんうん、実際順位的には2位になってしまって、はいはい、で敗戦の陣って言ってたんですけど、はい、比例復活したんでそれが結構炎上したりみたいなことがあったんですよ。キズマイ君めちゃくちゃ足立さん詳しいですよね。いやもう大好き、もう大好き応援してるみたいないやいやもちろんあのね、まあ、いろんな方解説いただきますけども、まあ、はい、本とか出してるんで、はい、それも読んだりとか、はい、ああそうなんですね、はい、で相当詳しいですね。まあ全政治家好きなんで、ああそうですはい、そうですね、なるほど。ああいやだからこの時はかなりギリギリの戦いだったんですよね。そうですね、はい、でその中でしかも希望の党とかができてた時期だったんで、この大阪とかの関係性もあって状況の中 で、 で一方で21年は結構圧勝してますよね。まあ維新がそれこそ大阪10区、うん、辻元清美さんの選挙区でも勝つぐらいだったん で、 うで、ね、もういた公明党選挙区以外は全部維新が勝ったっていう状況の中で、その時と比べると、はい、やっぱりちょっと維新の支持率というのは、まあ、全国的にはちょっと落ちているという、はいはい、まあ、ただ大阪ではどこまで落ちているかというと我々も数字を具体的な数字持ってないんで今わからないんですけども、今どう見てますか政治状況的には。政治状況的には、はい、大阪が一番難しくて、例えば万博で批判されてたとしても、はい、自民党もっと批判されてるみたいな関心の中で、うん、じゃあそっちに受け皿に行くのかみたいなところもありますし、あとちょっと細かいポイントなんですけど、はいはいはい、先週、大阪茨城市の補欠選挙が、市議補選というのがあって、はいはいはい、で自民党が元ガンバ大阪のディフェンダーを寄り手したんですよ。ほう、でその方が超いい球 で、 おうおう、まあ、ったでしかも無所属自民党推薦ってかなり票も集まりやすい状況で、しかも青と黒のガンバカラーで選挙出た中で、はいはいはい、もう1万票差つけて負けたってい う、 おうおう、一応定数2で当選はしたんですけど、足立康さんの秘書の方が1万票差つけてガンバ大阪のディフェンダーに勝たれたところで、これは結構茨城9区内でも衝撃が走ったというか、それはだからもう自民党側からすれば候補者もいい球 で、はい、で布陣っていうか構図的にもベストはいで戦ったのに結構ボロ負けしたっていうのは。そうなんですよ。しかも同日に茨城の市長選があったんですけど、はい、維新は元々誰か擁立しようとしたんですけど、うん、候補者立てられずに現職が無投票で当選するっていう状況の中で、うん、自民党はその現職の方に乗っかっててみたいな、その状況の中で1万票差つけて負けたっていうのは、まあ、かなり痛いっていうなるほどふうには言われてますね、はい、まあ、それを踏まえるとやっぱ全国的にはちょっと維新の支持は落ちてるけど、実はやっぱ大阪では
こうあんまり変わってないというか、やっぱり意志の強さ健在 で、ね、はい、それを踏まえるとやっぱり21年のような票がベースになる可能性はあると。ただその中でそもそも足立さんのね状況がどうなるかっていうのは、だから維新が割れるのか割れないのかで、はい、まあ、うん、他の方の得票にも関わってくるし、うんうんうん、あと、まあ、自民党的に言うと東田さんという方が、はい、まあ、今回、去年統一地方選挙で、はい、まあ、自民党が大阪で大惨敗をして、はい、もう自力で再生が不可能だってなって、うん、まあ、最終的にもう大阪府連の立て直しみたいな形で、うん、もう自民党党本部が、まあ、茂木さんがもう前面に立って改革していくみたいな形で、うんうん、で見た候補者の公募とかももともと決まってたしもやり直しみたいな形になって、うんうん、そうでしたね、で完全に今まで選挙出てない方が大阪で今回2人選ばれてるんですけど、はい、そのうちの1人が東田純平さんで、はいはいはい、三菱商事っていう商社マンの方で、はいはいはい、ホームページとか見てももう商社マンってとこ結構でかく出してやってるってとこなので、まあ、そこの中で、まあ、ちょっとクリーンなイメージを取れるのかどうかみたいなところも、うん、まあ、一個ちょっと注目なとこなのかなっていうふうに思ってますね。はい、さあそしてここは、まあ、立憲民主党は前回も前々回も出ていなくて社民党が、出てるというところですよね、はい、前回は大椿さんが、そうですね、はい、社民党の副党首の大椿さんが大阪9区で、はい、出てまして、今回は長崎さん、そう、大椿さんが繰り上げで、うん、そうでしたね、去年の統一地方選挙で3位の、はい、大分選挙区に吉田忠智さんが出るというので、はい、で大椿さん順位的には繰り上げの位置じゃなかったんですけど、他の方が言ったら社民党が立憲民主党分裂するときに社民党が離れて社民党に生き残ってた結果繰り上がり議員になることができたっていう、まあそういった方 で大椿さんこう落選した後、茨城市の大阪府議選で出る予定だったんですけども、まあ元々準備してたタイミングで、まあ国会議員に繰り上げ当選して、うんうん、でその穴で出たのが、まあ、今回次出る予定の長崎さんが出る予定になっていて、だから長崎さんは急遽選挙出て、大阪府議選の茨城選挙区で、戦われて落選されて今回また出てくるっていうような流れですね、うんうん、はい、なるほど、はい、そしてもう一方参政党の片岡さん、まあ、参政党といえば神谷さんがねこのお隣のツイッターを、ね、はい、地盤にされているということで、まあ、結構地域的なやっぱ親和性も高いんですかね、どうですか。そうですね、一応あと参政党でいくとまず片岡さん自身が、元々参院選の、はい、滋賀選挙区で、はい、出られていて、はい、で去年の統一地方選も、滋賀県議選の大津市選挙区で落選されているんですけど、すべてのあれですか、候補者の選挙経歴は頭に入ってる、もしかしてオタクなのいや僕はちょっとそこまでは無理だな、すごいな、もう高校野球とか甲子園とかの、ね、はい、中学生時代から見てる人みたいな、見てる人みたいなデビューする前からね、デビューする前から、はいはいはい、スピードとか測ってる人みたいな、まあそんな感じになってるんですけど、はい、で片岡さんが、まあ、滋賀が出てたんですけど、はい、茨城出身なので、はいはい、まあ、そこで大阪9区に擁立されたってところなんですけど、はい、で今回ちょっと参政党の動き的にいくと、もともと衆院選は6ブロック、はい、これ単独比例っていうところで目指してたんですよ、一応南関東、うんうんうん、北関東、東京、近畿、うんうんうん、東海、そして九州ってところを目指してたんですけど、うんうん、まあ、その後ちょっとこうレンジャーの分裂みたいなところ、うん、元主要な方の分裂みたいなのがあって、でこの前東京15高専でもあんまり結果も出ずっていうところ で、はいはい、でこの15高専だと神谷さんの定例会見みたいなのがあって、一番注力するエリアは近畿ですって言ったんですよ、なので多分近畿にリソースをとにかく割いてくるんじゃないかなっていう、もう現実的にもう議席をとにかく近畿が一番分かりやすい、はいはいはい、エリアなので、はいはいはい、まあ、そこに資金とかもどんどん投入していくんじゃないかなと思うので、まあ、片岡さんの支援も多分分厚くなっていくんじゃないかなというふうには見てたと思います。それは注目ですね、はい、まあ、ここまで振り返ると、はい、まあ、やはりその、まあ、先ほどお話もありましたけど、維新のやっぱりこう勢いというのは大阪ではあまり落ちてないという状況の中で、はい、まあ、足立さんが維新の公認で出れば、まあ、この構図だとかなりやっぱ足立さん有利かなと思いますと、そうですね、はい、一方でその期日前君としてはその構図がこう4パターンぐらい、はい、この足立さんに関してはあり得るんじゃないかとお話しされていて、はい、そのパターン次第で結構その選挙の結果に左右するようなことになると思うんですけど、期日前君が言うようにその足立さんが例えば無所属で出て、はい、その維新が別で候補を立てた場合って、はい、これどうなりそうなんですか、選挙結果的には。いや基本的にやっぱり維新の名前の方が強いんじゃないか、はい、やっぱ維新から離れた人軒並み落選してるっていう、はい、重鎮とかも、ね、はい、この前の統一地方選挙とかで維新から離れた人結構落選したりとかしてるんで、まあ河内長野の西野周平さんという人だけが維新から離れても当選し続けてるめっちゃ強い人がいるんですけど、なるほど、はい、自民党になっても、吉村さんの吉村知事の選挙区で、出身地でずっと勝ち続けてる人がいるんですけど、でもそれはあくまでも
特例っていうか、まあ、特例とかも西野さんが強すぎる、まあ、足立さんがどれだけ人気、まあ、本当に全国的に支持がいたら、うん、もう支持者が多い方なので、うん、そうですね、はい、ただ地元と全国どれぐらいその支持者固められてるのかっていうのはちょっとわからない状況ですし、あともう一個ポイントが、はい、今年8月に箕面市長選挙と箕面市議選、はい、地元で選挙あるんですよ。おうおう、でこの時足立さんイプチの名前使えてないんで、おうおう、どう動くのかっていう、なるほど、ここでなんか下手に動いてしまうともしかしたらなんか勝負の対象になってしまうかもしれないみたいな、なるほど、とこもあるんで、いやこれはもうちょっとしばらく目離せないですね。いや、そうです、大阪急行はね、はあ、いや、ありがとうございます。もうあの次から次へといろんな情報がキスマイ君から出てくるんで、多分あの十何分でも全然足りないと思いますけども、はい、今日はこのぐらいで、また明日別の選挙解説いただきたいと思いますので、ありがとうございました。はい、はい、ということで皆さん本日もご覧いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もお寄せください。また明日もご覧いただければと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。グルメ作るっていうシーン、はい、なかなか見ないですよ。あ、そうですね、本邦初公開。そこで混ぜない、混ぜない、お茶入れたら混ぜない。すごい景色が、温泉入りながら緑が見えるんですね。いいでしょう、いいですね。運がいいと鹿が見れたりね。やっぱりここは場をシェアしてるんですね、働く場をシェアする。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お、なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して批判ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか。かなりやっぱこの硬いんですかね、地元は。そうですね、しかもまずこの県内21市町村、はい、全部まず選挙区に組まれてるんですよ。だその反対を押し切ることはまず無理ですし、はい、であと一個注目なのが、はい、維新が立てるのかどうかっていう。おお、維新立てるんですか、ここは。可能性ある。まず近畿ブロックに関していくと、うん、維新は比例枠がめちゃくちゃあって、確かに。で大阪はもう全員小選挙区、はい、前回も、はい、あの当選していて、はい、兵庫の負けた方が全員比例区が当選できたっていうのがあるんで、